630シリーズ飛行する 633B にパリ国際航空サロンで展示されている631-630はフランスのポテーズ社が開発しフランス空軍で運用された戦闘機ポテーズ社の合併により後継の北部航空機製造公舎において生産された第二次世界大戦時にはフランス軍における 総発戦闘機の主力機種であったが性能は芳しくなかった。爆撃機型の633、練習機型の634、偵察機型の637、63.11などが派生した。フランスで最も生産数の多い多用途時である。1930年代にヨーロッパを中心に総発重戦闘機の開発がブームになったが、その流れに乗って、 フランス航空省はに、三座の総発多目的、戦闘機の開発仕様を1934年に提示した。これに応じて、ポテ社が提示し試作契約を得たのが、ポテ630で、1936年に初飛行した。島での試験の結果、低速時バランスの向上など一部の改良を指示された程度で、ポテ630の諸性能は満足いくものだったが、 イスパのスイザー 14AB10 エンジンがややひるきだったことからエンジンをノームローン 14M に強化した型が開発された。これがポテ631で試作1号機は1937年3月に初飛行した。ポテ630の量産機は1938年2月に引き渡しが開始され、スイス、 ユーゴスラビアへ送られたものを含め最終的に88機が完成している。さらに、ポテ631は1939年から部隊配属が始まったが、1940年になると戦闘機として使用するには性能不足だったため、夜間戦闘任務や対地攻撃、偵察等で使われることが多くなってきた。 ドイツ進行時には8個の飛行隊がポテ631を装備しており地上攻撃に使用したが目立った戦果は上げられなかった。最終的には215機生産されたがそのうち1機はユーゴスラビアに輸出された。ドイツとの停戦後はビシー政権で使用されたほかドイツ軍にも徴用され練習機として利用された。このほっそりとした総発機は ドイツのメッサーシュミットボーイフレンド110と似ており、しばしば間違われた。コウノトリ部隊マークのある機体使用単位については、ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照。ありがとうございます。